えっと、どうも皆様こんばんは。聞こえておりますでしょうかあ、なんかすごい階級でカウントが増えている。あ、どうもこんばんはでーす。あ、和骨。わ、わわ和骨あ、こんばんは。あ、ミリさん、コンティニューコインありがとうございます。はーい。えっと、あ、こんばんは、ごそう <laughs> あ、ガオルさん、あ、タマさんこんばんは。あ、ありがとうございます。<laughs> えっと、今日はですね、ちょっとネタ悩んだんですけども、えっ、ー、と、お題を悩みまして、うーん、まあちょっと同じ系統の話題をちょっと持ってきたくないかなっていうのと、あ、えー、尿血検査、あ、お茶あ、ありがとうございます。うん。 まあ、そうですね。まあ、こう、いろいろな、あ、コンティニューコインありがとうございます。タモさん、ありがとうございます。うん。あのー、まあ、ちょっと、こう、いろいろなネタに、こう、振ってみたいなというのがあって、まあ、本当はね、昨日の、あ、ラストダムスさん、こんばんは。えっ、ー、と、昨日のね、ちょっと続きというか、まあ、ちょっと補足をちょっとやりたかったなというのもあるんですが、うん、ちょっと、あえて違う、えー、全速ネタに行ってみたいと思います。はい。えっ、ー、とですね。 <laughs> あ、苦しい <laughs>。苦しいというか、ちょっとやや、なんか眠いっすね、今日はね。はい。うん、昨日のですね、ガオルさん。はい。あ、チャージさん来ました。こんばんは。ありがとうございます。あ、ミリさん、ぜんそく気味なんですね。あ、そうなんですねー。 ショートラッパーが鳴った顔って、いや、まだまだ、これから、これから <laughs>、これから、あの、喋り倒しますから <laughs>、はいえー。はい。ええ。はい。えっとーですね。うん。まあ、あのー、前足の話なんですけどね。あ、たきさんも、そうなんですね。一昨日から発作起きてちょっとしんどいと。うん。無理はしなさらないでくださいね。うーん。はい。えっ、ー、とー、まあね、前足の発作の話ですね。まあ、主にですね。 うんあのー、あ、タマさんもそうなんですね。飲まれてる方なんですね。はい。うん、あのー、そう、ぜんってね、やはり、あのー、昔、本当、一昔、二昔前ぐらいになるのかな、もうね、うん、二昔前までは、あの発作を抑えるような感じの治療だったんですけれども、今は、 発作を出さない治療に、えー、完全に移行してます。あヤギ <laughs> さんこんばんは。<laughs> はい。うん、で、まあ、あのそくの場合、やはりこう発作が出てしまうと、治、えーまあ、めるのがなかなかこうちょっと厄介にはなるじゃないですか。だから基本的にはその前足の治療というのは、まああのーまあ、吸入薬を使ったりとか、まあ、ステロイド薬を使って、 まあ、その、うん、まあ、吸入ステロイドか、うん。まあ、細出さないっていう治療のやり方を、今はやっていきます。うん。だから、あのー、指にはめるやつああ、はい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 、あれですね。<laughs> うん、えー。血中酸素飽和濃度を測るやつですよ、それは。カオルさんね。うん。えーとー、 何、うん、だっけなあそう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 、ぜんなんですけど、うん、その発作をね出さないようにするっていうのが今の中流の主体ですから、あちゃちゃさんもそうなんですね。はい。あの、必ずね、あのそ、ー、くの薬処方されている方は、あのー、結構調子いいと忘れがちなんですけど、必ず、あのね、パフしましょうね。うん。あのー、 吸入、うん、するのは本当にあの全然、こう、うん、回数とかはね、あれ、まあ、調整してもらっていいんですけど、うん、ただね、うん、やはりあのあれ、本当に結構調子いい時忘れちゃいますから、まあ今時期は結構苦しいのかな、喘息持ちの方々はね、うん、だからですけど、ちょっとなかなかね、こう、 はい、あの調子いい時忘れてしまうんで気をつけてください、ねうん、まああのぜんってって意外と知られてないですけどそのね精神的なものから発作が出たりとかもしますんで単にそのまあほに要因いろいろ出てくるんで前足をもう一回こう持ってしまうとですねうんあの単にそのまあ まあタバコで空気が悪くてとかそういうんじゃなくて普通にこう精神的にこうちょっとなんかこうね、えー、まあちょっと悩みがあったりとかちょっとこう追い詰められたりまあいろいろあるんですけどねうんはいまあそういう時ははいあのー、ねえー、<laughs> まああのまあ喘息の方って結構周りで本人はね喘息そく患っ てる本人は結構よく知ってるんですけど、喘息そわずらってない方って結構周りから見てもこう、つらさが結構伝わらない、まあ疾患の一つではあるんですよね。うん、アンビーですね、ガオルさん。はい。うん、サチュレーション、そうですね。うん、<laughs> あの指はめるやつね。はい。<laughs> うん、そうですね。うん、あのー、 本当ね、周りから結構分かりにくいのが非常に喘息の症状ですんで、あの、あ、チャージャーさん喘息じゃないんですよねほうほうほう。うん。うん。あのー、なんだろう、こう、喘息だよって聞いてて、ちょっと苦しそうにしてたら、あのー、病院を連れてってあげてください。で、あのー、本人、 ほとんどのね、ぜ、え、ん、ー、持ちの人ってね、病院行きたがらないですけど、えー、あたまさんお茶ばっかりありがとうございます。うん、あのー、連れてってください。<laughs> うん、あの、周りにわかるような発作って、もうそれ小発作じゃないんでき、基本ね、周りが見てて、あ、これ苦しそうだなと思ったら、もうそれ小発作じゃないんで、 うん、小から中にも絶対来てるんで、周りからちょっと見て、これや、まずそうだなと思ったら、うーん。あ、そうですね。気を喘息で、そうですね。うん。他人がぜんに理解があったんで、ここへ住むとき説明。あ、そういう先生いいですよね。いらっしゃるとね。うーん。 全速本当に危ないんで、あのー、これね、全速持ってる人はね、分かりやすいんですけれども、比較的、うん、いや本当にもう、うん、あの、全速でね、一般の、一般論ですよ。一般論で、全速で、あのー、死ぬっていう、こう、結びつきがつかないみたいなんですよね。 うんなんで、あの、全速、ああ、苦しいね、で結構終わってしまうところがあるんですよ。喘息持ってない方って、その辺よくわからないんで。うん。だから、あのー、うん、あ、小日記喘息持ちだったんですね。うんあ。私も小日記はかなりひどかったですよ。うん。もう常に喘息との戦いみたいな感じでしたね。うん。うん、まあね。 はい、あそうですよぜ息の対応に関しては必ずしもねチャージャーさん専門医がねいるってわけではないんで専門医不在とかで蹴る病院ってもあるでしょうねうーんただあのぜ息の処置の場合、まあ、なるべく専門医いた方がいいですけどあのいなくてもあの内科の医者 いればある程度は対応できるんで、うーん、まあ、小児科とかでもね、うん、あの、やることはね、そんなにたくさん種類がないんで、ただ、あのこう、他のものと紛らわしいとかこう、合併症とかそういうのは見極める必要はあるんで、あの、まあ、専門医いるに越したことはないんですが、うん、ただ、まずもう、 発作の状態できたら、えー、もうそれを収める方法ってそんなもういくつもないんで、うん。そうですね、3元超えるとまあ厳しい、うーん、そうですね、はい、まあでも大変ですよ、うん。救急隊の方々って本当に、うん。 あ、ちゃちゃさん、そうですね。専門医なら救急、まあ呼吸器内科。うん、そうですね。呼吸器内科の先生ですけど、多分、救急の先生は、まあもちろん基本的に、喘息のことは把握していらっしゃるし、まあ、うーん、まあ、喘息のことは結構わかってると思うんですよね。耳鼻科とかでも、うーん、 あのー、だから喘息の対応に関しては別にそんなに専門医うんぬんっていうふうには、うん、あの救急対応に関してはならないと思うんですよね。もちろんその定期検診に関しては、まあ、専門医じゃないと、まあ、そのコントロールとかねそういうのちょっとなかなかまあ細かくやるのは難しいと思いますけれどただ。 うーん前足の場合は一番その、なんていうのかな、その発作を出さないようにするってことをやめてしまうのが一番問題だと思いますね。うん、いわゆる治療の中断ってやつですよね。うん。まあ、ただ、前足の薬は正直言ってその自己負担がまあ、決して安くはないので、まあ、その治療がね、 続かなくなってしまうというのは一番恐れるんですが、うーん、まあね、東京都だと、まあ、実はこう、公害のね、補助出るんですけど、まあ、これまたね、えー、ちょっとハードルが高かったりとか、もうすでに期限が過ぎてたりとか、まあ、いろいろあるわけで、 うん、まああれかなぁ、息、うん、のやっぱ治療継続と、まあ高血圧の治療継続って結構なかなかハードル高いですよね。うん、治療薬がちょっとまあ高いし、でもあれかなぁ、息はやっぱあれかなこう、うん、まあ症状にもよりますけどねあの症態、症状というか状態にもよりますからね、その、 例えば、その吸入薬の量とか、うん、まあ、なかなかね、まあ、う,ん,うん、本当にその、だから、うん、こう、なんていうのかな、発作を出さない治療をしていかないと、本当に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 まずいんで、うん、本当に死にかけてしまうんでね。 あな,かな,かないんすあの喘息の発作を起こしてる人っていうのがこう周りから見た時にあこしそう大丈夫大丈夫ってなってるんですけどもそんなふうになってる感じを見てたらもうもうその時は本当もう救急車呼んじゃってください、うん、あそうですねそうなんですよ滝さんあのね治療薬というか飲んでても、うん、発作起きる時は起きるんですよだからもうそういう時はもう もう病院来てね、点滴するしかないです。はい。ええー。うんなんで、まあ、ただね、こう、ちょっと、周りがね、こう、非常にこう、あのー、これ、ぜんってものに対してね、こう、みんな、喘息って名前知らない人はあまいないですけど、結構喘息がもう、こう、大変なものだっていうか、こう、やばい。うん。あ、そう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 。苦しそう。大丈夫 大丈夫ツです。はい。大体もう、あのね、うん、もう周りに分かるような苦しさって、ぜんその人って言ってみれば、苦しいの、結構こう、ちょっとやそっと苦しいぐらいじゃ、周り分かんないんですよ。うん。なんで、もう、それが分かるようになっているってことは、結構もう、勝負差さじゃないなっていうのが、うん、見てて、これ、私の多感的な部分ですね。はい。うーん。 そうです、ね、でまあ、あとね、えー、と、これ、本人も気をつけなきゃいけないんですけども、えっ、ー、と、自分がね、あのー、消防車だと思ってるときは、あの、もう、それ、は多分商法車じゃないです。うん。だから、無理をしないで、えっ、ー、とね、受信する。 うん、あの確かにめんどくさいし、えー、点滴つながれるのも嫌だしん、まあ、先生に怒られるのも嫌だしとかいろんなことを考える人いるみたいですけど、あのーうん、受診しましょううんそく、あのー、の場合は夜中でも、えー、躊躇せずに、うん、呼びましょう。 うん、で別にそのサイレンがね、ちょっと気になるとか、救急車のそういう場合だったらあの、サイレン消して来てくださいって言えば、サイレン消してきますから。うん、それからあのタクシーが早いようだったらタクシーで行っちゃってもいいし、うん、かかりつけでもいいし,、うんあのーね、し、かかりつけが深夜対応してないようだったら、あの近くの救急病院に行ってください。本当、ぜんは本当に、 うんあのー、シャリにならないんで、ぜ、え、ひ、ー、もうちょっとその辺は喘息の方は躊躇しないでね、あ自分がもう消防さだなと思ったら、もう実際には消防さじゃないんで、うん、あのー、行きましょう。それでこう、死にかけた人いっぱいいるんで、本当に、はいあの本当にそれは必要な救急車だと思いますし、えー、別に、うん、それで救急隊は嫌な顔しませんし、 はい、あの病院も嫌な顔しませんから、えー、その辺はちゃんとね、行きましょうね。はい、うーんほんとね、あの全、ー、息って、党の本人はね、分かってるんですけど、ただ、党の本人は我慢しちゃいますからね。うーん。 ああそうですよ。喘息は咳が続く病気だけど、間違い、まあ、ちょっと違いますね。うーん。まあ喘息はね、うん、要因が、いろいろちょっと、まあ、うん、尺で収まらないかな。うーん。まあ、いわゆる郊外型のものと先天的なものと、まあ、いろいろちょっと要素があるんで、うーん。 そうね。喘息はほんとね。あと症状にも個人差あるしあ。車で救急センターに行ったら怒られました。うん。まあ、怒るとこは怒るだろうな。救急車で来いって思いますよね。あ、自分で運転してたんですか多分それ怒られますよ。うん。<laughs> 自分で行っちゃダメですよ、運転車、うん、うん。だって、だって途中で、 落ちたらまずいじゃないですか、それは、うん。うん、そうですね。あのー、やっぱりね、そういう時は、あやはり、<laughs> 虹色さん、やはりそうですね。うん、あのー、ダメですよ、自分で運転していっちゃ。<laughs> それはさすがにいけません。うん、そういう時はちょっとね、もったいないですけど、うん、あのー、あ、そうですよね。 うん、あとはあのそくの人で、あのーまあ、手帳持たれてる方とかいるじゃないですか。あのえっ、ー、とまあ、うん、こうね、まあ、毎日こう、なんていうのかな、きちんと測ってつけてればね、うんあ夜になると咳ひどくなるし、声明も聞こえると。 うんそうですね。まあ、まあ、その場合はやっぱり本当大事を取ってきちんと予防薬飲んでくださいね。うん <laughs> そうですね。うん、車椅子を本当ね、病院で借りた、そうですよ。てか、あの、ぜ息で搬送されてくる際、車椅子持ってきますから、普通に。<笑><笑>あの、歩かせませんよ。普通に車椅子で。うんはい。いやね、あの、だから、 あのー、本当にね、喘息ってなめちゃいけないんですよ。<laughs> うんあのーうん、本当ね、こう、なんていうのかな、喘息のに厄介なところはね、うん、患者本人も結構、そのやっぱり発作を我慢してしまうし、えー、とまあ周りから見てる人間で、本当喘息ってものを患ったことない人には、本当に苦しさがまずわからないですから。 うんそのあとその緊急性っていうのかなすごく伝わらないんで、えー、っとね、それをこう、やはり理解してほしいなというのと、やはり自分がぜ息を持ってるなっていう人は、本当に無理をしないで来てほしいうん。それはありますね。うんあのー、なんだろう、 とね、喘息ってね、うん、まあもちろんそのほら、うん、抵抗力は弱い、まあ子供とかお年寄りで喘息、まあ論外ですけど、いや、ただ本当に喘息の怖いところはね、普通に、あの、成人でも、発作こじらせたら本当なくなりますから、そこが怖いところですね、喘息の。うん、はい。 そうなんですね。テキパキと急急バレーに連れて行った。ああ、まあそうですよ。でも、うん、実際、あのー、ぜ息の発作の時は本当そうですよ。うん、うん、あのあ、なんだろうな。 今日ね、私がここで喋りたかったことってね、要はぜ息の発作我慢したらめんどくさいけど我慢しないで病院来てねっていうそういう話ですよね。まあもう予約しちゃうとそれで話終わっちゃうんですけど、はい。うん。そう、それとちゃんと予防薬はっていうとこですよね。 うん本当にねあのー、こうねうんまあまあもう本当確かに毎日のことだからこう忘れちゃうとか面倒とかいろいろこう,こうまあもろもろとかこう分かるんですけどやっぱりこうぜんのまの、あ、治療薬っていうのはねこう毎日毎日こうきちんとこうやっぱりこう、うんまあ、ちゃんとこう吸入していただいたりとかしないとあのー、うん本当にねこう まずいですから。で、うーん、なんていうのかな、これ。あのー、まあね、お薬手帳持ってないって呼ぶケースもありますけど、大体その喘息って言われたときに、まあその、まあ例えばね、うん、まあ、必ずもちろん薬は持ってってほしいですよ。うん、持ってってほしいですけど、例えばまあ何かの理由でこう、例えば、 えああ、全然ステート使っても大丈夫ですよ、ガオルさん。うん。問題ないです。うん。うん。ステートは全然。うん、だって、うん、普通に、看護師も技師も使ってますから。<laughs> <laughs> うん、はい、うん。そうですね。うん。吸入と点滴したら意識落ちました。あらら。<laughs> <laughs> うん、うん、そうですよ一晩入院、うん、まあ正しいですね、うん、っていうかあの吸入と点滴したら意識落ちたっていうかそれは多分虹色さんあれですよ <laughs> あのもう落ちる寸前だったと思いますよ <laughs>、うん、だいたい点滴するとだいたい相当楽になると思いますからうん あのー、うん結構頑張っちゃったかなそれっていうパターンですねはい、うん、あのー、うんうんなんだろうなこうね全速はね本当にこう分かんないわけですよ <laughs>、うん、あの要、ー、は 収まっちゃうときもあるし、確かにね、確かに収まっちゃうときあるんですよ。ただ、あのー、そうじゃないときのことが怖いから、うん、もうね、しょうがないです、もう、なんかのとき入院確保するのは。うん、そう。んカオルさん、トキちゃんは採血時に倒れたことがある。え、採血 ああ、よほどどっか具合悪かったのかな。うん、救急車の中で意識したくな。ああ、まあ、よくありますね。うん。呼吸したくないって言ったそうです。ああ、かなり飛んでましたね、もうね。うん。呼吸したくない。うん。 あ、多分別の言葉が言いたかったんでしょうね。うん。呼吸苦しいとか呼吸できないとか、多分それを言いたかったのが呼吸したくないになっちゃったんでしょうね。うーん。そう。うんと、まあ、これ今、サムネイルで出ている画像が、まあ、これ、車で行ける、えー、最高地点の大だるみ峠というとこなんですけども、あのー、 いきなりここに行くと喘息の人結構苦しくなりますよね。うん、あのー、こうゆっくりゆっくり登っていけば大丈夫ですけども、まああのー、結構多分ここまで標高来ると辛いんじゃないかなという場所の、えー、サムネイルをイド出してみましたけど、も私もあのアホなんで、 あのー、ぜん持ってる割には高いところが好きなんで行くんですが、あのね、えー、っと、どこだっけな、私ね、まあ結構若い頃の話ですけど、えー、でももう20年、17年ぐらい前になりますかね。あのー、まあちょっとその、仕事の都合で、 えっと、山中湖のちょっと上の方に、えっ、ー、と、1ヶ月半ぐらい、まあ、ちょっとあの、連泊でちょっと止まってたことがあるんですね。うん。で、その時はパソあそこって標高が1300ぐらいあるのかな ?1000 ぐらいうん。ちょっとわかんないですけどね。あのー、 うん、あの辺もともと標高高いと思うんですよ。で、やっぱりね、最初は大丈夫だったんですけれども、やっぱりずっといると、こう、じわじわくるんですよね、その、えー、自分の抱えてるそのね、うん、ものというのが。うん、なんか最終的にもうあれですもんね、もうずっと苦しくなっちゃいましたよ、ね、うん やっぱ標高高いとこずっといるときついみたいですよねうーん。まあまあそれを利用してね、まああの、まああのほら、例えば、えー、マラソンョンの合宿とかやるわけですけども、まあ肺活を鍛えるっていう意味でね、うーん、まあでもちょっと喘息の人はちょっと厳しいとこだなと思いましたね、ずっと住んでるのはね。うーん まああれ以上いたらどうなったかちょっとわかんないですけど。まあ、ふもとに降りてきたらふもとに降りてきった。でも、治ったかな。うん。あ、滝さん、やっぱそうですよね。注入の時き、八ヶ岳に登る途中で苦しくてリタイアしました。うん。そうですよね。やっぱね、あのー。 やっぱ車で上がれないようなとこあるじゃないですか。えっ、ー、と、まあだから変な話だけど、あのー、ロープウェイとか、うん、ケーブルカーとかあんなんで行くところ、うんあまあ、まあ、ケーブルカーはまあ,あれか、あんま高いとこ引けないからですけど、うん、やっぱ2000超えてくると、ちょっと苦しいかなうんとは思いますね。 あのただね、まあ、ゆっくりゆっくりで、しかもそのずっと滞在しなければ、まだそこまででもないんですけどね、うんただ、敏感な人はやっぱ登山中来ちゃいますよね。あのというのは、歩いて登山すると、もともとこう、あのー、肺に負荷か,かけてますから、もともと呼吸に負荷か,かけてますから、うーん、まあ、当然なるにしてなるし。 でじゃあ、車で行くとそうでもないのかっていうと、やっぱりいきなり気圧変わりますから、まあ、これもこれまたで発作が出やすくなるというのはありますね。うん。うん、う,んう,んうん。<laughs> ああ、採血の時のね、ああ、それこないお話ししたやつですね、ガオルさん。はい。うん えっとね、そうですね、滝さん、そうですね、2100ちょいでなんとか登り切ったけど苦しかった。うん、そうですよね、大体いいね、あのー、まあ、えっ、ー、とまあ、その、井戸によりもよりますよ。あのー、大体いいまあ、あのちょっと北海道だと多少ね、えー、標高が低くても、うん、やっぱりちょっとね、えー、ま、う、あ、ん、あれを見た方がいいですかね、森林限界。うん。 コンにニューコインチャージャーさん、ありがとうございます。うん、そうですね、あのー、森林限界って皆さんも分かりますかねあのー、木がね、えっ、ー、と、入られなくなるんですよ、うん。で、その森林限界っていうのは、あのー、南に行けば南に行くほど高いところにあって、えー、北に行けば北に行くほど山の低いところにあるんですね。うん、標高が低いところで森林限界が起きるんですよ。 うん、で、まあ、その心理限界あるじゃないですか。うん。に近いところに行くと、ちょっと前足の人厳しいかもしれないですね。うん。ああ河原さん、ときちゃんは、うん、僕が神呼吸に。そうですね、過呼吸でね、神呼吸、紙袋を使う人ってちょっと、ア、うん、アウトうん。頭さん、お茶ありがとうございます。 うん、ああ、そうか、ぜ息その話が出てきたから、ちょっと言っとくと、えっ、ー、とね、今でもいるのかな、病院の看護師さんとかで、こう、昔のところとかで、あの、過呼吸の時に、うん、あのー、紙袋を使ってっていう人いますけど、ダメですよ、やっちゃね。うん、紙袋はいけません。あれはアウトです。はい。えー、滝さん、そうですよ、長野と山梨の間ですね。はい。 ちなみに長野県側は舗装されておりません。はい。はい。長野県側は未舗装のダートコースですね。えー、で、山梨県側は、あのー、ここ、皇太子殿下がえ来られるので、はい。あの、完全に舗装されております。はい。うーん、うーんアウト、変えようからアウトですよ。うーん。 はいあのー、紙袋はねダメですねはいあそうそうあのねうんジムに借りなきゃってまあそこまでじゃないですようーんああ虹色さんそうなんですねああ川崎で公害ああまあね川崎も結構ひどかったみたいですもんねうーん うん、そう川崎もでも随分変わりましたよねあの工業地帯あびっくりしましたよもうきれいにあの昔あのー、川崎の伊子の工場ですかあのあったところとか綺麗になくなっててねもう何年も前になくなったらしいですけどいやーびっくりしましたうん94でフルタイムああ苦しくてよく働いてたなと 確かにね、意外とね、本人はね、やっちゃうんですよね。うん。あ、チャージャーさん、東扇島、まあそうですね、東扇島は常に臭いでしょうね。うん、あそこ一応、確か私有地でしたよね、東扇島ってね。えー、一般の人が入れない。 島なのになぜかその上に高速道路が通っているという首都高ですかね。うん、とっても不思議な位置で一般道では入れない。でしかも高速道路でも降りれないっていう。う,ん,うん、そうですね。うん、東将棋人は確かそうですよ。うん、私有です。うん。 あとあのー、あの辺のね、やっぱ景品工業地帯に1個あるんですけど、そうです、出口ないですよ、じゃあちゃあさん,、うん。そうです、あのー、そうです、あの川崎のあの工業地帯って私有地なんで、島があっても、例えばその、えー、道路があって通れないとか <laughs> <laughs> あの、いきなり警備員さんがいて、あのそこ、関係者じゃないと入れないとか、そういうところがあったりとか、あとね、 えとこれは JR なんですけれども、鶴見線というのがあって、えー、と海芝浦駅というのがあるんですね。海芝浦の駅ね、うん。で、こことかは、改札口出ると、もう東芝の私有地なんで、東芝の社員しか駅出られないというね。<laughs> そんなのもありますよ。うん、鉄道取ってるのに出られない駅とか。景色いいですけどね、でもね。えー、あ、そうですよ、チャージャーさん。 東大木島ってそういうとこです。はい。うん。私ね、な,なんかの許可書をもらって入れてもらったことが一度だけあるんですよ。20代の頃に。なん何だったか忘れたんですよね。えー、あ、二重色さん。はい。鶴見線で通ってました。あ、海。あ、鶴見線、海芝原ですね。海芝原、景色最高ですよね。あそこね。いや、ほんと麗ですよ。 まあ、ただ駅から出られないっていう <laughs>。いや、本当に。うーん。まあ、列車の本数も少ないですしね。うん。行くのも大変ですよ、あそこ。うーん。まあ、海の真横にこう、せり立ってますからね、駅がね。うーん。そう。あそこはいいですよ。うーん。 でなんでそ息の話からそんな話してんだろう。うん。そうですね。あ、タモさん、お茶ありがとうございます。はーい。うん。あのー、あれなんですよ。だからね、結構その、うん。うん、まあ、標高差は特にね、あれ、まあね、でもね、普段こう標高高いところに住んでる人は結構大丈夫だからね。あ 気管支炎肺炎からこんばんは。あ、レイラさんどうですかお大事にしてくださいね。あ、なんか具合をちょっと調子悪くされてたみたいなんで。大丈夫ですかねレイラさん、こんばんは。お大事になさってくださいね。はーい。えー、っと、にじるさんすいません。お茶箱ありがとうございます。わ、すごい。うん、お茶箱10って初めて見ましたよ。<laughs> ねえ。えー 肋骨折れそうです全速と聞いて飛んできましたあはいあ,ありがとうございますうん本当もうぜんは無理しないで、えー、救急車呼ぼうという話してましたはいあの自分が小放射だと思っても絶対中放射だよとうんだからもう救急車呼ぼうタクシー呼ぼうって話しましたね自分で車運転はしていかないでくださいっていうねうん うーんと、ときちゃん。はい、はい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 。山手線を品川、コローサーームで、うち回りでぐるっと一周してもいい、一駅分しか電車賃を払わない、競リアローが、おいや、そんなことないですよ。それはね、大回り乗車っていうねですね、あのーえー、首都圏の電車特定区間に許された合法的な、まあ、方法です。あのー、まあ、わかりやすく言うと、東京県、東京の都市近郊区間って、JR は、 あのー、ほぼ Suica の,の使える地域、ね、は、乗車ルートにかかわらず一緒なんですよ。うん。そうです。はい、うん。武蔵野線でやったつだもの見ましたねあ。あそこはね、武蔵野線はね、駅間が長いんで寝ちゃうんですよ。うん、<laughs> もう止まんないんだもんだって、電車が駅に。うん 虹色さん、救急車呼ぶのは躊躇しそうですよね。まあタクシーでもいいと思いますよ。まあ、どっちが早く来るかですよね。うんで、虹色さん、さっきも私言いましたけど、あの救急車呼ぶときにあのサイレンをね、あのー、消してきてくださいっていうのをあのお願いできるんでもうちょっと躊躇するようだったら、それをね、あのー、お願いしてまあ、来てもらってもいいと思いますよ。う さんの住んだバイクで救急外来を全速で受信。うーん、バイク盗んじゃいけないのと、あと自分で運転しちゃだめです。はい。そうですね。そうですよね。1人暮らししてると救急外来呼ぶの本当一苦労ですよね。そうですよね。もうその場合はね、救急車はもうそう、もうでもそうだよね。確かに電話がね、電話すること自体が大変ですもんね。うーん。 はい。わかります。うん。ハーモニック・サイレントってめ,めちゃくちゃもう分かってる人だな。うん。ですね。確かにね、1人暮らしの場合は、こう救急車呼ぶのにやはりちょっと苦労するんで、あのー、いやもうね、とりあえず119番かけちゃいましょう、携帯から。うん。 で、まあもうあとはもう、えー、聞かれたことの質問に答えるっていう風にすれば、全速そなんですって一言言ってね、うん、そうすると、あのー、まあ聞いてきてくれるんで、それに対してこう、えー、答えるっていう方がいいと思いますね。はい。治療が終わった後は、大いふうの人が何人も病室に行きますよ。まあそれはね、しょうがないよね。 うーん来月から一人暮らしだから、発作を来たらあそうなんですね。あ、まあ、考えないほうがいいですよ、でも。大丈夫です。あの、発作を来てもあの大丈夫です。あの、救急車呼べば、えー、大丈夫なんでね。うん。付き添いがうちの子だけだったんですよ。ER で何か聞かれても聞くことができないから、本当に大変でしたね。そうですね。あ、お子さんもでもしっかりしてるな。 うーんそうですよね。一人だと本当そうなりますよね。はいうん。心細いですよね。一人の全速押しちゃってるのうん。そうですね。固定あればそっちの方が住所は分かりやすいですね。はい、うん。救急車呼ぶのに25歳男性、ときちゃん、起用歴外傷。今は e や a d でない。<laughs> うん、ガオルさん。<laughs> うん。そうね。うん。まあ確かにね、一人暮らしだとね、呼ぶときな、そうだな。なんかこう、そうだね。工夫できるといいよね。うん。そう、チャチャさんやっぱね、119番確かに子供に教えるのはいいと思いますよ。うん。もうかけ方を教えてあげるっていうのは、これう一つの方法だと思います。私ね。はい。 うん、はい。じゃあ、あれですかね。えっ、ー、と、まあ、そろそろもう一つのお題いきますかね。うん、あ、一人暮らしもたしにくいのです。そうですよね。そういうの不便ですよね。やっぱりね、実際ね。えー思います。シングルマザーの方とか、一人暮らしの方とかね。ほんと難しいと思いますね。え、ハーモニックサイレンですかえー、ハーモニックサイレンって要はあれですよ。ピーポーピーポーですよ。うん。 はいうん、そうですね、いざというときはお子さんが命になったときありますよね。ありますね。えー、実際、あのー、自分の飼い犬に救われたという人も何人か知ってますからね。はいうん、そうですね。 あとじゃあもう一つはですね、私ちょっと今日まあ、えっと、NNN 系ですかね、日本テレビ系のちょっとテレビ見てて、えーニュースでちょっと小耳に挟んだ、えーアニキサス中毒についてちょっと話そうかなと、アニサキス、どうしてもアニキサスじゃなな、アニサキス、はい、アニサキス、アニサキス、アニサキス、はい、アニサキス、いいですか、アニサキス、はい、アニサキス、アニサキス、あ、まあいいやもう。えーとね、まあそっちと、はい、 うん、アニス。はい。アニスって言うとなんかあれですね。なんか、アブレス、ワンダランって感じになっちゃいますね。ダウン、ダウン、ダ,ダウン。アノニマスって違うから。<laughs> <laughs> アニサキス。<laughs> はい。えっ、ー、と、まあ、寄生虫です、えー。お魚の内臓にいる寄生虫です、えー。で、まあ、ほとんど、 あ、そうですね。虹色さん。はい。そうです。魚、イカにいるやつですね。うん。なんか、この、まあ、えっ、ー、と、まあ、寄生虫による食中毒がですね、うん。あの、ちょっと、えー、増加傾向にあるっていうのをちょっとやってました。はい。で、まあ、確かにその通りで、うん。まあ、増えてはいます。うん。で、もともと、あのー、まあ、サバとかをね、 あのー、食べててこのアニサキスに関して、まあ、まあ感染感染ていうかまあまあ感染ですかね、まあ、食べちゃうっていうのはサバのよくシメサバとかではこういう当たるとかよくあったんですけどまあも、えー、ともとえっとアニサキス自体が、あのー、そんなにねものすごい生命力が強いわけじゃないんですよ。 うん、あのー、実は、えー、これテレビでも言ってましたけどもえっ、ー、と十分な加熱ですね、うん、えっ、ー、と70度以上を、えー、5分、うん、それかもしくは逆に冷凍しても、えー、アニサキスはですね、うんあのー、死にます。 うん、ですから、あのー、20度ですね、えー。加熱してもいたら見た目、あのままなんですかね。えー、っとね、多分ね、ちょっと私、あんま気にしたことないんですけども、あのー、内臓にいるんで、内臓をね、えー、っと、やはり食べないようにすればいいと思いますよ。うん。あの魚の内臓をね やっぱりリスクあるんで、あのー、普通の実ありますよね。うん。実であれば、あのー、加熱すれば別にいなくならないんで。はい。ガオルさん、アニサキスと大根のあれがわからないが、う根ん、大根のあれってなんだろう。あれって猫おですかね。はい。 うん、まあでも、レイラさん、あれですよ。内臓にいた、うん、寄生虫をやっぱ加熱しても多分、白くなってる感じですかね。はい。うん。あれですよ、あのー、お米の中にいる米虫っているじゃないですか。うん。あの、たまになんか見つけると、ちょっと私、当たった、当たりかなとか思っちゃうんですよ。私はちょっとそんな風にに、あの、 うん、飲ますけどね、米虫なかなかいないんで、ええー、うん、まあ、うん、そんな感じですよ。だからあの、うん、アニサキス、うーん、あのね、そう、アニサキスは本当のあのー、まあ、家庭でね、そんなにあのー、 生のカツオのお刺身を食べようってなった時にあの多分まあほとんどが冷凍品で来るとは思うんですけどね、うん、たまにその生カツオとか来た時にもしちょっとやっぱ心配であればねやっぱそこをちょっとこう周りをこうちょっとまあ叩きにしてあげるとか、うん、そうですねはいうん はい,はい。はい加熱冷凍で大丈夫ってのをして、以前、タラの目にミミズみたいのがいて、それを見て火を通したら大丈夫とは聞きました。そうですね。うん。原型だったら怖くて食べられないですよね。まあ、そうですね。明らかに分かりますからね。うーん。うーん。まあね、ただね、あれなんですよね。えっ、ー、と、まあ、うんぶっちゃけ大話あの、鮮度が悪くなると、 いいないんですよねアニサキスってねうんだからそこねやっぱね難しくてあのー、アニサキスってあのー、こうねその食材の鮮度がいいっていう意味もあるんですけれどもうんあのー、ただ同時にやっぱアニサキスはこう 体の中入ってくるとえらいことになるんで、うん、中毒っていう言葉がつくぐらい、うん、本当すごいんで、えー、はい。あ、虹郎さん、そうなんですね。あの、最近、うん、最近ですね。うん、最近私、キャストちょっと始めて、こんなんでもうちょっと聞いてくれる人いたら、ちょっと発信してみようかなと思いまして、 リラさん内臓食べられますよね、まあ、食べられますけど食べられますけど非加熱はちょっとリスキーかなって最近思いますうんあのー、その理由にうんあのー、実はなんでねえっ、ー、と今までそんなに問題にならなかったかというとここ最近になってその異常にこれが増えてきてるかっていうと コールドチ要するにあのー、うんあのまあそうですねガオルさんさんサンマとかもそうなんですけどあの魚の鮮度を保ったまま輸送するってことの技術がここ数十年十数年でもう格段に進歩したんですね。 うん、でそれと一緒に実はこのその技術の向上と一緒に、うん、アニサキス中毒食中毒のこう報告件数がこうもうブワーンと上がってったっていうのがあるんですよ、うん、だから本当にいいのか悪いのかなんですよね、うん、であの鮮度が悪くなると本当この子たちそもそも死んでしまうんですよねだ昔の本当の冷凍技術だったら あのー、まあまあいなかったというかいないんじゃなくてあの死滅してたんですよで今本当に技術がいいんであの例えばそのマイナス20度以下ならにすればってこう死滅するってのがあるじゃないですかところがところがですよ今冷凍イエスが進歩しすぎてそこまで落とさないであの何、ー、ていうのかな いわゆるその0度とか5度で輸送できるんですよ魚をそうするとなんと魚を傷めずにしかも魚の中の寄生虫も傷めずに輸送できちゃうんですねこれ <laughs>、えー、ここもちょっとあるんですよ理由として、うん、今出てきてる理由ですねうんまああのさすがにあのー、サバみたいにね、えー、水からあげてもうあのー、まあ言ってみればそのえー、まあサバがもう要するにあのー、まあ 命絶えた瞬間からね、さばき出した瞬間からもう、まあそうやってその、なんていうのかな、アニサキスがこう、バーっとこう、出てくるような魚だと、まあちょっと難しいですよ。うん。あの、いわゆる足が速すぎる魚ね。うん。もう、釣ってすぐしか魚で食べられないようなやつはまた話別なんですけれども、あの、コールドチェーンの技術がものすごく良くなってます。これもちょっと一因なんですよね。 うーんあのー、本当にこのね冷凍技術の進歩ってほんとすごいんですよ。ここまあそうですね、あのー、少なくても私が二十、えー、歳ぐらいの時の冷凍技術と、えー、今の冷凍技術を比べた時にもう格段に違うし、えー、食材の,その味も違いますし。 あと何より変わったのが冷凍食品。これの質がものすごく良くなりましたね。冷凍技術の革新で。ええー。これ多分あのー、冷凍技術の革新に関してはもう魚屋さんとか、うん、もうすごい実感してるみたいですよ。うん。だからただまあ、あのその一方でこう調理する側にね、そういうまあ、 いわゆる食中毒対策が求められるようになったもんですから。はい。あ、タモリクラブ始まったんですね。はい。ああ、タモリクラブか。懐かしいですね。はい。たまにね、えー、YouTube で見てますけどね、タモリクラブね。はい。うん。51分、53分、54分か。うん。うん、まあ、なんで、あの、魚ね、ちょっと要注意といえば要注意です。あのー、そのね、 鮮度が良くなったっていうのは確かなんですね。ただ、鮮度が良くなってると一緒に、あの、寄生虫も一緒に持ってきちゃうなと、これ確かなんですよ。うん。で、それだけ駆除しようっていうのは、やっぱりね、あの、無理だと思います。うん。いだから、新鮮なものは新鮮なもので、新鮮なまんま持ってきちゃうんで、うん。そうですね。 河原、うん、さん、線路の鮮度も良くなったが、まあそうですね。うんまあ、線路の鮮度って言えばね、あのーまあ、その鉄道を使った、ね、その輸送もその冷凍技術の革新でだいぶ良くなったんですよ。うん、だから、あのーあ、わかんないかな、えーとね。最近コンテナ車でこうエンジンが回ってるのがいるんですよ。あの冷蔵用のね。はい あ、タマさん、そうですね。お店でもアニサキスの注意を表示してますよね。うん、してますね、最近。うーん。そうですね。つりかけモーターか。うーん。<laughs> そうですね、レイラさんね。離乳食のお魚。はいはいはい。これね、ちょうどね、リアルに話してましたね。うーん。 まあ確かにそうですね。まああのね、お魚のまずね、離乳食で、まあ魚使う場合に、まあ当然ですけど、まあ生使っちゃダメですよね。まあ加熱をするということが非常に大事であるというのはもう、これはあります。はい。うんなんで、まあ確かに、まああの確かにね、あの寄生虫の姿を見てしまうとちょっと辛いものはありますけれども、ただやっぱりお魚もこう、貴重なね、栄養源ですからね。 えー、やはりこう使っていただいた方がいいのかなというふうには思います。はい。うん。トキちゃんは離乳食でツナ缶がを、ああ、使う。ツナ缶ね。うん、まあ好きですけどね。あのね、<laughs> はい。うん、うん。 ツナの水感、うんサバの水感いいですね。水缶いいですよね、確かにね、えー。水にいいですよね、一番ね。うん、ローソクにもなるツナ缶って、<laughs> <laughs> 本当に、<laughs> すごいな、確かにそうなんですよ。えー、使いましたよ。うん あれ誰に教わったんだっけなツナ缶。自衛隊の方じゃなかったかなうん。だったと思いますよ。はい。うん。水缶って要するのに、あれですよね。水煮ですよね。うん。あれ多い,いいですよ。やっぱり。うん。そうですよね。はい。そうですね。柔らかい。 子供を使いたいですね。そうですね。うん。うん、サバはね、結構いいですよ。うん、栄養源として。非常にいいと思いますよ。うんで特に缶詰のサバはいいと思いますね。うん。まあ、あのー、いわゆる当たることもないですしね。うん、使いやすいし。はい。うん、まあ、確実に熱、ね、取ってますからね。缶詰である以上ね。はい。 うん、またこれがね、サバの水にもね、ピンから切りまであるんですよね。はい。そうですね。当たらない、使いやすい、うまい、確実すぎて売ってない。そう、あそういえば、まあんま見ないかもしれないですね、最近ね。うーん。 はい、あたきさん、すみません、お先にということで、はい、うん、お大事になさってくださいね。はい。あレイラさん、そんなのがあったんですね。バラエティでやってて、あはいはいはい。あ、猫たちお茶ありがとうございます。最近、サバ缶、あそうなんですね。はあ、 そうなんだ、サバ缶うん。ちょっと私しばらく。はーい。へえー。サバ缶、なんか売れると、なんか複雑な感じだなうんそう、戦闘食料、ん戦闘、ん戦闘両食のか最近 か勘弁しやめたみたみいですねあの徐々になんか切り替わるみたいですよ、自衛隊さんね。うん、お茶ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、そしたらまあ、えー、57分30秒になりますんでね、えー、そろそろちょっとまとめさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、本日はですね、えー、全速ええー、発作でもうあの無理をしないで受診しようと。 えー、それから、えー、もう一つは、えー、魚ですね、えー。冷凍技術が死亡してるから、まあ、鮮度は保たれるけども、一緒に寄生虫連れてくるよっていうのもね、ちょっと頭に入れながら。はい。うん。あの、あれですからね、あの常にその、なんていうのかな、うんまあ、日本食生多いですけど、生殖するっていうのは結構実はリスキーなんで、 <laughs> はい。うん。そうですね。はい。うん。なんでも、その、うん、特にあの、な、ね、生で食べちゃいけないよって言われてるものだから、よく食っちゃいけないですから、はい。そこは気をつけましょう、皆さんね。はい。うん、そうですね。いろんな意味で生はやばい顔。ああ、なるほどね。まあ、うん。いや、まあ、あれなんですよ。ちゃんとね、その、きちんとね、その、 まあ、守っていればね、生で食べるのも全然問題ないんですけどね。うーん。気管支炎ってどうやって治すのですかうん。えっ、ー、とね、気管支炎っていうのはですね、やっぱ、あのー、まあ、その程度にもよりますけれども、えー、まあ、ステロイド治療したりとか、まあ、その吸入でこうね、えー、発作を起こさないようにしてて、少しずつこう炎症を起こし、まあ、収めていくってことが多いですね。うーん。 放送を起こさないようにして、こう、少しずつ炎症を沈めていくっていうのが一番いいですね。はい。うん。ですね。えー、キーバイン一番絞り。ああ、なるほどね。ビールもたまに飲むと美味しいですよね。うん、私はもうお酒ちょっと飲めない人なんでね。ですけど。はい。うん。そうですね。うん。じゃあまあ、あと30分。あ <laughs> スーパードライ花ですね。 はい。<laughs> 美味しいですよね。あれもね、キレがあってね。うん。アルコール高いし、結構、うんですね。はい。じゃあまあ、そういう感じで、えー、本日はすいません。終了したいと思います。すいません。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。